じゃあタイミングで、ショックっすね。ちょっとニュースを見たんですけど、そうだね、やっぱ、でもやっぱこう、まあ、すいません、このリハのスタジオですけど、なんかこう、ね、音楽で今、まあ、俺もいろいろあって、で音楽でこう愛を解いた中で、自分たちが愛が全てだって言ったじゃん、自分たちで、さっきも話したけどさ、やっぱねえ、リューチェルさんはなんか逆にさん付けちょっと知り合いじゃないけど、なんかリューチェルは、まあ、敬意を込めてね、リューチェルはこうなん愛に溢れますようにってこう七夕も願ってたし、プロフィールにもさ、すべてのど真ん中に愛があるってね、書いてあるよね、言ってるじゃん。なんか俺はツイッターはそんな見てなかったんだけど、ツイッターのそのプロフィールの存在してたけど、俺はあえてその非公開されてたインスタをなんとなくこう別に誰から言われたわけでもなく見てたわけよ、でなんかやっぱりそれはニュースを最初に見て、リューチェルので彼のそのニュース見た時に複雑な気持ちを打ち明けていて、それが自分に嘘つきたくない、自分とすごい重なったし、多分俺がそのジャニーズの騒動がある前から彼は戦ってるし、それとで、すっごい綺麗になったよね。いやね、めっちゃ綺麗だよ、本当にすっごい綺麗になって、なんか俺がすごい応援してたっていうか、俺もなんかやっぱりその LGBTQ というか、まあ、俺もいっぱいいるし、もともと気にしてないというか、家族にもその親戚にもいっぱいいるし、ブラジルもすごいオープンな国だから、なんか世界一なんかでかい LGBT の Q のイベントってブラジルなんだ確か。へー、そう、だからすごい多いし、なんかもう当たり前というか、それこそ自分もハーフとか多様性とかの話もつながるし、なんかもうそれこそ愛じゃんっていう話で、だから多分 YouTube は多いこう愛をやっぱこう善と悪じゃなくて、お互いの違い指さしてなんかこう攻め合うんじゃなくてっていう話なのに、ネットを開けばね、ここで言えないような本当に言葉がいっぱいあってね、すごい俺は騒動前からすごいリスペクトしてたけど、やっぱり自分が騒動もあって、自分がいざ本当に同じとは言わないけど似たような立場で立って感じた時に、彼が言う本当に愛が全てだっていう気持ちがすごい共感しかないし、なんか複雑な気持ちだね。出会いたかったよね、さっき俺は出会ったことなかったからさ、喋りたかったっていう本当に素直な気持ちだ。本当に皆さん、これは本当にシビアな問題なので、なんかその迷ったんですけど、やるの出すの動画を、でも今日はもうそのもちろんなんかもう収益もしないですし、編集もこれ出そうかなと思ってるんですけど、ワンテイクで、なんか本当に素直な気持ちを言おうと思って今撮ってます。なのでなんかある、いや、なんか正直俺悔しいんですよね、そのそう画面に映ってない分ちょっとあれですけど、俺はリーチェルの大ファンやったし、その俺も知らなかったんですよね、それ言ってたんだっけ、そう話したことなかったけど、俺はその彼女の言葉とか、その YouTube で、まあ、その多様性についてとか、その自己肯定感についてとか、その愛の素晴らしさとか、なんかいろんな動画で説明してたりとか、まあ彼女の生き様、とあの言葉全部に俺は影響を受けてたからこそ、ね、やっぱりその
夫であることが辛くてっていう報道の時に、まあ、すごい主に大きく二択に分かれたじゃないですか、うん、それはおかしいだろう、うん、育児放棄だとか言われてたね、うん、言われたり、でも自分らしくこう生きて素晴らしいじゃんって応援してくれる人もいたり、俺はもちろんそっちだったし、そうだからこう自分のことじゃないのにまるで自分のこと言われてるかのようなくらいやっぱり納得できなかったし、うん、その俺は辛かったんですよね、うん、だからその中でね、こういった報道に出てるような選択をルイジェルはしてしまって、ここで悲しいなとかかわいそうだなとか、あ、やっぱり誹謗中傷って良くないなっていうのは簡単だと思うんですよ、もうすでに、もうだってめちゃくちゃその誹謗中傷で犠牲になった人たち、起きたからね、そう、亡くなってしまった方、自ら命を絶ってしまった人っていうのはもうすでにめっちゃいるから、うん、そんなこと言ったらカウ君だってね、めちゃくちゃね、全部は話せないけどそんな似たようなこと起きそうなこともあったし、うん、俺だってやっぱ日本中に誤解された経験もあるし、うん、そういつだって俺だって死ねたんですよ、俺だっていつだって死ねたし、いつだって死ねる機会あったし、いつだって自分の人生諦めることは簡単だったんですよ。でもなんでその俺は死んでないか諦めてないかって言ったら、それこそ愛で全てを包み込めるって俺は信じてるからなんですよ。そうだね。そしてリューチェルもツイッター見たらみんなわかると思うけど、最後にね、七夕の日か、世の中が愛で溢れますようにって願ってたじゃないですか、数日前だよね、数日前、ほんと数日前。俺はその言葉にすごい救われて、俺も同じことを七夕に願ったんですよ。いや俺もなんだよ、あ、そうなんだ。いやだから本当に素敵な願いだなって思ったから、俺もそれをもっと届けていきたい、愛で溢れて いくために日本がね、うん、何かしたいって俺もそう強く思った矢先に彼女が闇で包まれてしまって、いやなんかもうこれ他人事じゃないと思うんですよ。もうみんな同じ、みんないろんなやりたいことあると思う。カウアンで言ったらアーティストになりたい、歌手になりたい、俺も歌手になりたいとか、行きたいね、そう、スポーツ選手になりたいとか、なんかいろんな夢ある中で、でもみんな結局最終的な夢、統一されてる夢は絶対同じなんですよ。それはみんな愛で包み込まれますようにだと思うんですよ、みんな。リューチェルが言った言葉と一緒だよね。そう、みんな同じ夢。それはリューチェルをアンチした人、その人たちすらもみんな実は本当はそれが夢なんよ、うん、そうなのに人を指さして人のせいにすることは簡単だと、うん、そうやって叩いてしまう、それを嫉妬という人もいっぱいいると思う。そうだね。でもそれ嫉妬だな、お疲れ様って片付けるのもね、もう簡単だと思う。だからもうじゃあどうしたらいいんかなって、ね、難しいけどね、なってくると思うんですけど、俺はこの件に関してアンチたちのせいだとは言いたくないんですよね。うん、なるほどね。なんか、人のせいにするのは簡単だと思うんです、うん、でもなんかそんなことをやっぱしたって解決しないし、今こそ助け合っていくべきなんじゃないのかなって。まあ俺もそのこのSNS に載せてないけど、うん、前もね講演会したじゃん、うん、中学校で。でその話でまたおいおい講演内容を言うけど、結局その話も夢を叶える話とかそういう対話の話だったんだけど、なんかそこの時にも言ったけど、一人一人が結局愛に出会わなきゃいけないというか、僕らが、僕や俊がとする他人とかみんないる親とか友達は導くことはできるけど、そばに行ってあげることはできるかもしれないけど、最後この世からいなくなるときは一人だから、で最後自分っていうか自分の人生の
一番の相棒、まあ、自分自身だから、その自分自身に対して愛を持って接してあげて愛に出会う旅だと思うから、みんな人生ってね、結局さっきが言ったことと一緒だね。愛に出会う旅だから、その近道として僕が思うこと一つだけ言っときたいのが、やっぱり自分のことを批判してしまうときや相手を批判してしまう、自分を責める相手を責めることは愛じゃない。でも人間はそれしかできない、善と悪だから、うん、はっきりさせたいから、うん、でもそうじゃなくて、本当に辛いときこそ自分の中にこう愛を見つける方法として、なんかこう降参するんだよね。もう自分がもう愚かですと、自分もできないですと、頑張ったけども頑張りすぎてます、ちょっとこう助けてくださいって自分の中でこうちょっとこう愛に対して委ねる。その中で俺一番辛かった時、本当に危なかった時それだったじゃん最後、うん、いろいろ学んでいろんなことを、俺別に無宗教だけど、いろんなこと科学とかいろんな聖書とかいろんなの見てきたけど、みんな愛にたどり着くんだね。アインシュタインもそれ聖書だろうと、スポーツ選手だろうと、でそこに対してみんな共通してるのが、やっぱり自分の中にあるこの愛っていう最高の自分、人間って完璧になることはできない、でも最善になることができる。その最善って何かっていうと愛の自分でいるとき。だから愛の自分で選択しようよって、人生を一つ一つ、それは自分に対してのこともそうだし、相手に対してもそうだし、迷ってるときこそ、わからないときこそ聞く、で聞いてみると聞こえてくるんだよね。俺もだから本当にこの騒動、自分の騒動の中でもジャニーズを潰せとか、お前なんで許せんだとか、おかしいだろ、偽善だろとか、まあ、いろんなこと言われたけど、その時俺も分かんなくなって、自分が悪いことしてるのがいいことしてるのか、だけどそうじゃない、善と悪、悪いいいじゃないってなって、それで聞いた時に、いやダメだ、自分ダメだとか、いや相手なのかな、自分なのかなってなってる時に、でも聞き続けた時に許しなさいって、うん、自分の声で聞こえてきたんだよ、うん、だから多分ああいうなんかこうお釈迦様とか瞑想とか聖書のこの祈りとかって多分それなんだよね、自分の声なんだよね。でも自分が愛に触れてる時、なんかそういうちょっとこう一つのアドバイスというか、一つの僕が思うやってることをちょっと置いておこうかなっていう。そう、ぜひ、ね、そういう機会があったら、辛い時こそ皆さん一回やってみてください。でもそうだし、やっぱりその SNS には、あの他の方々も言ってたけど、著名人の方々も見たけど、書かないよね、書かないで行きましょうよ。そこはなんかフレモンさんかなも言ってたけど、あの人言ってたけど、あの陰口はこう言いたくなるのは分かる、ただそれは陰口であって、友達に言うとか発散するのはしょうがないと。そのネットに書くのは見ちゃうから、本人がそれはいじめだよね、もはや数が増えていくから、それって便乗して面白がって、それ誰も幸せにならないから。前まではネットそのままで影響力なかったけど、どん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 増してるから、集団のいじめになっちゃうから、追い込むことになるから、それはどんなに愛でこう保ったって、一人ですらこう一人で部屋に、俺が一人でこう辛い時に一人になって愛を解いてもギリギリなのに、そこに出会うのが、選択をするのが、常にさらされてる芸能人とか、常にさらされてる人たちは、 SNS さらされてる人たちはそりゃ息できないよね、うん、その続いてしまうとやっぱ信じれなくなっちゃうし、愛をもうとにかく考えられなくなっちゃって、人間だから僕らも愛に委ねないと愛になれないし、欲深いから、だからその時自分を責めてしまった時に最悪の選択をしてしまうから、なので皆さん本当によくこの機会に考えてほしいなっていう、やっぱこの問題について一番皆さん考えることが一番大事だと思うから、そして愛になる、愛に出会うことかな。またね、詳しくその
いろいろね、講演会で話したじゃん。またその詳しく、うん、僕が15歳の子供たちに、中学生の子供たちに話した愛とはみたいなことをまた話してみようかな、うん、とにかく今日は本当にシビアな話でしたけど、まあ話さずにはいられなかったっていう感じですかね、今日は。そんな感じですかね。いや、そうだね。だからもうとにかく彼女の七夕の願い事、うん、うん、世の中が愛で溢れますように、その願いだけは生きてる俺たちは叶えられるんで、まだ、うん、絶対にそれは無駄にしたくないなって思いますね、うん、いや、ありがとうございました。お願いします。また。